岸田総理は新しい資本主義をぶち上げ会議を作られました総理の指摘諮問機関新しい資本主義を実現する会議です過去発言と合わせてメンバーを紹介していきます経団連、徳倉会長毎年自民党に入る24億円もの企業献金について 何が問題なのかと発言献金で政策をねじ曲げ一握りだけが儲かる今の地獄を作った側が開き直り日本を衰退させた戦犯と深いつながりがある者も,もいる東京大学の柳川教授40歳定年制を提言若いシルバー人材を安く働かせるつもりでしょうか新しい資本主義を実現する会議でよく出るキーワード「労働の流動化」過去の流動化で不安定 低賃金が増加90年代初頭2割程度の非正規が今では約4割エムパワーパートナーズ村上さん労働市場の流動性を高めることが大変重要サントリー新浪さん流動化をやり抜いていただきたい損保桜田さん新陳代謝の前提となる労働力の円滑な移動世間の指揮者は安定雇用こそが一番の少子化対策と指摘しますが それと真逆の流動化を目指すメンバーたちその片棒を担ぐような施策を労働者の味方面した者が政府を後押し連合・吉野会長インボイス着実な導入が必要だストップインボイスの調べではインボイス開始から事業の見通しが悪くなった廃業を検討廃業したなどなど合わせて約7割インボイスを使った流動化もうまくいってるようですね続いてよく出るキーワード 新陳代謝サントリー新浪さん、企業の新陳代謝をどんどんやっていかないと、さらに海外に遅れを取る、経営競争、富山さん、今時少々の最低賃金の引き上げで倒産するような企業が市場に居続けることに社会的意味はない、損保桜田さん、賃上げできない利益率の低い企業の廃業を促すべき、新陳代謝とはこれ、中小零細潰しを意味します。 ここを潰せばそれにより生まれた失業者は以前より安値で働くことになる中小を潰せば政府の中小支援を大企業で独占シェアも手に入る権力者たちが考える身勝手な選択と集中それが新しい資本主義です